皆さんこんにちは、メロマーネチャンネルと申します。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。普段このチャンネルでは演奏を投稿させていただいていますが、この動画はおしゃべりだけでお送りさせていただきます。今回のテーマは体についてです。私たちは子どもさん向けコンサートの時に楽器体験コーナーを設けて、実際に子どもさんたちに楽器を弾いてもらっています。こうした私たちのコンサートの様子については、この動画にカードと概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければご覧ください。子どもさん用の小さな楽器を渡してあげると、みんな顎と肩のあたりでがっちり楽器を挟んで持とうとします。子どもさんには私たちがそうやって楽器を構えているように見えているんでしょうね。でも実際にはどちらかというと、そうした動きとは反対の方向性で楽器を構えています。首は楽にしてやや後ろに伸ばし、頭は左後方に傾ける。例えて言うと、万力のように顎と肩で上下からがっちり楽器を挟み込んでいるのではなく、顎当てや肩当てなどの補助具の力を借りながら、頭の重さを分鎮代わりにして鎖骨付近に摩擦の力で軽く楽器を止めているだけなのです。楽器を弾くという動きは、日常生活での体の使い方と少し違う動きをしますので、こうした見た目と実際の動きとのギャップが生まれてしまうのでしょうね。今回はそうした見た目と実際の体の動きとの違いについて、具体例を挙げながらお話ししたいと思います。私たちは両方の腕を演奏の時に使います。この腕の付け根はどこでしょう。外側から見ていると肩と呼ばれている部分のように見えますが、実は腕は胸鎖関節と呼ばれる部分と肩甲骨から動くことができます。ですから腕はワイシャツの腕のように胴体から突き出ているところから動くわけではなく、大雑把に言うと鎖骨や背中から動けるということになります。腕を動かすときに、本来鎖骨や肩甲骨を含めて長くおおらかに動けるはずなのに、ワイシャツの腕のように肩から先までの、いわば本来の腕の途中から先だけで動かそうとすると、運動連鎖がうまく行われなくなり、本来動けるはずの部分を固めて止めてしまったり、反対に本来動かなくて良いはずの部分を動かさなければならなくなってしまって、必要のない緊張や負担が生じます。指も同様で、外側から見ていると指の付け根はちょうど手のひらから突き出ている部分、皮膚の切れ目のところのように見えますが、実際はそれぞれの指の骨は手のひらの部分はもちろん、手首の骨あたりまで伸びていて、手首のあたりが本来の指の付け根であり、ここからおおらかに動くことができます。先ほどの腕のこともそうですが、ここでいう動かせるというのはあくまでも受動的なもので、自分の意思で動かすことができるという意味ではありません。あくまでも動くことができるということですが、外から見える私たちの動きと実際に体の中で起きている動きはだいぶ異なるものであるということがお分かりいただけると思います。私たちはレッスンをするときには、こうした体の本来の仕組みに基づいて教えています。先ほどお話ししたように、体の動きを誤解したままだと生徒さんの体に負担がかかってしまう可能性があるからです。特に小さな子どもさんやコンクールなどがあるとがむしゃらに頑張ってしまう世代の子どもさんには注意しています。楽器を弾くことで体を壊してしまっては困りますからね。本日のお話はここまでです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をいただけると私たちの励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。失礼いたします。